サイエンスライター田丸祐一の地球放送地球の歴史その75本日は人類を滅ぼす12のリスクについて語ります2015年スウェーデンの団体とイギリスオックスフォード大学が文明を壊滅させうるさらには人類を滅ぼしうる12のリスクを報告したんですねこれは石炭機からついた 人類の行く末を締めくくる上で都合のいい話ですね。人類の機械文明は、カスケ燃料である石油、石炭に依存している。ですから、石炭機と中生代に酸を食いつくしたとき、機械文明は終わってしまう。まあ、終わっても問題ありませんね。前も言ったように、どうとでもなりますからね。人類は水力以外の電力を失うわけど、かなりの機械を動かせます。そして、 草に依存する草文明になるだろう。それから人類は長い長い化石燃料後の時代を生き続けることになります。どのぐらい長いか、多分2億年ですね。人類はすでに400万年の歴史があります。400万年を生き抜いた人類を滅ぼす原因なんて数えるほどしかないんですね。人類の経譜が滅び去るまで、 最大でも2億年はかかるはずなんですね。とはいえ、これから2億年の長い余生があると考えるのは私の意見ですね。人類の危機を伸びた2015年のレポートは何と言っているんでしょうこのレポートの題名は、12リスクズ・ザ・ト・スレッテン・ヒューマン・シビリゼーション。つまり、人類文明を脅かす12のリスクという題名なんですね。 書いたのはイギリス・オックスフォード大学の人々とスウェーデンの団体グローバル・チャレンジズ・ファウンデーション。グローバル・チャレンジ・ファウンデーション。これを翻訳すれば全地球課題団体ってところですかね。地球全体の取り組むべき課題を論じたこの論文は文明を滅ぼし人類滅亡も招きかねないリスクを12個取り上げたんですね。一つ、エクストリーム・クリメイト・チェンジ。 気候の極端な変化。二つ、ニュークリアウォー、核戦争。三つ、グローバルパンデミック、全地球的な感染拡大。レポートは2015年のもの。当時から鳥インフルエンザの人への感染が危惧されていたんですね。2019年12月、インフルエンザではなく、コロナウイルスから新型が現れたのは予想外だったんですけど、新種の病原体の出現、 全世界への感染拡大はこれからも当然あり得ます。そして4つ、エコロジカルコラップス、生態系の崩壊ですね。5つ、グローバルシステムコラップス、地球全体の社会崩壊。これはどちらかというと、他のリスクによって生じる結果ですね。核戦争が起これば、社会組織は広範囲で壊れて、地球全体で社会の仕組みが崩れてしまう。 すると、いろいろな対応ができなくなって、それがまた危機を呼んで、ついには文明が崩壊する。6つ、メジャーアステロイドインパクト。巨大隕石の衝突。6500万年前、恐竜を滅ぼした隕石衝突は有名ですね。十分な大きさがあれば、巨大隕石は、地球全体の生態系を壊滅させて、人類を一掃することができます。7つ、スーパーボルケーノ。 超巨大噴火。レポートではピナツボ火山とか7万年前のトバ火山の事例を挙げていますね。実際にはね、この程度の火山噴火は大問題だけど大した脅威ではありません。少なくとも人類は滅ぼせない。本当に深刻で致命的な噴火はずっと未来に起こるものなんですね。そして8つ。シンセティックバイオロジー。人工生物。生物兵器として作られた 人工ウイルスなども含む脅威のことですね。そして9つ、ナノテクノロジー。これはナノテクノロジーそのものというよりも、ナノ機械の暴走を危惧したものなんですね。自己増殖するナノ機械が地球を一瞬にして覆って壊滅させるのではないかという危険ですね。そして10個目のリスク、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能、AI ですね。 人間以上の性能を手にした AI に人類が滅ぼされるという人気のある滅亡要因です。皆さんこれが大好きですよね。そして11個目は、アンノンコンシクエンス。直訳すると未知の過程ですね。宇宙人関連のリスクなんですけど、宇宙人の地球侵略ではありません。もっと漠然としたリスクです。順位のリスク。最後の2つはちょっとぼんやりしていて、 SF 映画の見過ぎな感があるんですけど、その12個目のリスクは、フューチャーバッドグローバルガバナンス。未来において統治が地球全体規模で失敗すること。例えば、地球をたった一人の独裁者が死害するとか、そういう事例をレポート上げていますね。このあたりはちょっと想像がたくましいというか、あまり現実的ではありませんね。地球全体という、 民族も言語も文化も習慣も宗教も違う大領域をたった一人で統治するっていう前提は高目明に近い想像ですよね。それに人の世は儚いものです。独裁性猛朝もあっという間に消え去ってしまう。そして11番目の未知の脅威。これは宇宙人がなぜ見つからないのか、それを問題視したものなんですね。宇宙人がいれば必ず銀河系に進出するはずだけど、 そういう文明の痕跡が全く見当たらない。知識生物はどっかの時点で必ず自滅するようにできている。私たちの知らない未知の滅亡過程が存在するのでは。そういう指摘ですね。宇宙人が見つからない。これ多分ね、原因単純なんですよね。石油石炭を使い切った時点で機械文明の発達が頭打ちになった。宇宙に分布を拡大するにしても損速度が非常に遅くなっている。例えば、 10光年先の居住可能惑星に定着するのに100万年かかれば、10万光年の銀河系を制覇するのに100億年かかりますよね。宇宙の年齢は138億歳。知的生物の進化までの時間を考えると、宇宙人が人類より先に宇宙進出しても、まだ地球周辺まで到着できない。宇宙人はいるだろうけど、ス石燃料を使い果たして、核融合を明かし別の惑星に移住するまで、 何十万、何百万年もかかっている。多分それが妥当な答えでしょうね。実際私たちも再エネはうまくいかずに核融合を達成できていない。私たち自身がうまくいっていないのだから、他の皆さんもうまくいっていない。そう考えるのが妥当でしょう。ですからね、レポートが取り上げた12のリスクのうち、最後の2つ、11と12は無視していいですね。そして残り10のリスクのうち、 人類を滅ぼしているものは二つしかない。それは巨大隕石の衝突と超巨大噴火ですね。この二つの大災害には実績があります。6500万年前、地球に衝突した 10km の隕石は恐竜を滅ぼしました。2億5000万年前に起きた超巨大火山噴火は地球生物の9割を根こそぎ滅ぼしています。 人類と同じぐらいの大きさの動物もほぼすべて滅ぼされたんですね。この二つの大災害には実績があって、いずれ必ず起こります。恐竜を滅ぼした 10km 台の隕石は1億年に1回は衝突します。前回は6500万年前に起きたから、次の衝突は平均して単純に考えると3500万年後とかそのぐらいですかね。一方、超巨大噴火は多分2億年後、 あるいはもう少し後で起こります。すると人類を滅ぼすのは先に発生するであろう巨大隕石衝突に思えるんですけど、でもね、巨大隕石の大災害を引き起こすには条件が必要なんですね。それが次の衝突で満たされるかというと非常に怪しいんですね。ですから多分人類を滅ぼすのは2億年後の超巨大噴火になりますね。 それに次ぐのが巨大隕石の衝突。他のリスクはね、人類滅亡に関しては無視していいんですね。さて、2億年後の草文明と人類知能喪失、巨大噴火による滅亡を語る前に、この12のリスク、残りの無視された危険について語りましょう。最初はね、こんなリスクじゃ話にならん、ん2つ以外は無視していいです。それで済ませようと思ってたんですけど、そんなわけにもいかないっぽいので、 人類を滅ぼし得る、牛乳のリスク。この解説を何回かに分けて行います。真打ちの巨大隕石と巨大噴火は最後になるとして、今回取り上げるのはこの二つ、人工知能とナノマシンの暴走ですね。人工知能による人類の滅亡は、昔から人気のあるアイデアですね。人工知能、つまり AI の進化と発展は著しく、 まもなく人間の知能を上回るに違いない。人間以上の知能を持つ機械は自分たちよりも劣等な人類をどう扱うだろうか。AI は人間をリソースを無駄に消費する害虫とみなして人類を滅ぼそうとするのでは。昔から繰り返されたアイデアですけど、人工知能はね、こういうことができる機械ではそもそもないんですね。 人間は電子計算機を人間のようにしようと試みて、早々に挫折して諦めたんです。電子計算機の回路を人間のようにしようと思っても、そもそも人間の脳の回路の様子がわからない。だから電子計算機を人間にしようとするのはすぐに諦めたんですね。そして人間とは全く違う仕組みで動く機械を作ることにした。だからアーティフィシャルインテリジェンス、人工知能、 AI という言葉を作ったんですね。世間の人は AI を人造人間だと考えたけどそうではないんですね。データを統計処理することで、レッドフラワーという単語と赤い花という単語が対応しているらしいことを発見する。こういう対応環境を大量の計算で見つけてくる。これを類似させて、例えば翻訳を行う。非常に便利な機械です。素晴らしいですね。 でもこれは理解ではないですね。対応関係を統計処理で発見しているだけ。ネットの情報を統計処理すれば、人間の意見をまとめて出力することもできるんですね。でもそれは人間のアンケートをまとめたようなもの。考えてるわけでもないし、AI には意見も意思も真偽もない。でも人間さんはね、これを AI が人間のように喋った。AI の返答はまるで人間みたいだと勘違いしたんです。 そりゃあ、チャット GPT とかの返答は人間のように見えるでしょう。だって人間の書いたものをまとめたものなんですから。AI 君たちは人間に鏡を見せて、これが人間さんですと述べているだけなんですね。ところが鏡を見せられた人間さんは、AI は人間そっくりだとびっくりしているんです。そして AI は人間よりも出来が良いと驚いてもいる。それはそうですね。 AI は人間の答えを大量に集めている。良くも悪くもそれは人間の平均値になる。単純に考えたとき、人類の半分が平均以下とすれば、人類の半分は AI の答えが自分より上だと感じるはず。人間のほとんどは AI 以下なんだよって言った人がいるけど、確かに分布度平均を踏まえればそうなりますね。でも、そんなものに意味なんかないんですよね。皆さんが欲しいのは、 真偽もわからない平均ですかそれとも正しさですか欧米の知的エリートたちはこう考えています。優れた AI に自分よりも優れた AI を作らせたらどうなるか。優れた AI により優れた AI を作らせて、そのより優れた AI にもっと優れた AI を作らせる。そうすれば、あっという間に人間以上の AI が完成して人類に牙を剥くのでは 残念ながらね、これはないですね。AI は統計処理をする電子計算機です。だから AI の AI 開発とは AI 開発の事例を1万例集めて AI 開発とはこういうものでしたと発表会することになってしまうでしょうね。だって AI は統計処理の機械なのだからそうなるのが当たり前ですよね。一応言うとね、AI に AI を開発させる手段があるにはあります。 AI のプログラムを無作為に作り変えて大量に作成するんですね。オリジナルとほとんど同じだけど、ちょっとちょっと違うプログラムを大量に作成して動かすんですね。そしてその中から、他よりも良い動きをするものを選び出す。今度はその少し優れたプログラムをコピーして同じことをするんです。オリジナルとほとんど同じだけど、少しずつ内容を変えたプログラムを大量に作り出して、 性能をテストする。そして他よりも優れたプログラムを探す。それを大量コピーして、さらに優れたプログラムを探す。要するにプログラムを品種改良するんですね。これだとプログラムを理解していなくても、優れたものを作れます。生物だって自分の内部構造を理解していないけど、進化はできていますよね。でも実際にはこれ不可能ですよね。 コンピュータープログラムは言語であって文章になっています。句読点一つの違いで機能を停止したりする。化学物質でプログラムを組んでいる生物のような融通性がないんですね。AI は自分より優れた AI を作れるような仕組みではない。進化することもできない。進化した AI に人類が滅ぼされるということはありえないんですね。さて次はナノ機械。 つまり、ナノマシンの暴走について考えてみましょう。ナノというのは小人を意味するギリシャ語、ナーノスが由来。1メートルの1千分の1の1千分の1の1千分の1のことを意味します。1ミリ。ミリはラテン語で千の意味ですけど、1ミリメートルは1メートルの千分の1。画面の彼が持っている小さな物体の先っちょが1ミリなんですね。その1ミリの 先っちょにさらに小さな突起がついている。この突起の幅は1ミリの1000分の1。これが1マイクロメートルになります。昔はミクロンと言っていましたね。これはギリシャ語で小さいを意味するミクロスが由来。その幅1マイクロメートルの突起の上に何かさらに小さなものが載っていますよね。これが1マイクロメートルのさらに1000分の1。 1>, 1ナノメートルの機械です。ナノメートルの機械。つまりナノマシン。もちろんこのイラストはいろいろとふざけすぎでもありますね。まずナノマシンはこんなトンチンカンな格好はしていません。それとナノマシンはそもそもこんなに小さくないですね。例えば水ス素スの原子は1ナノメートルの10分の1ぐらい。水の分子は1ナノメートルの3分の1ぐらいの大きさがあります。 機械は原子や分子で組み立てられているのだから、1ナノメートルの機械とはちょっと無理がありますよね。原子や分子という部品に対して機械が小さすぎるし、機械からすれば部品がデカすぎる。実際のナノマシンの大きさはね、この30倍とか50倍ぐらいあるんですね。とはいえ、ナノマシンは小さいものです。例えば、癌細胞大きさ0.02ミリ、20マイクロメートルですね。 がん細胞の大きさが20マイクロメートルとは、その20分の1が1マイクロメートル。すると、がん細胞の下にあるスケールバーの1単位のさらに10分の1とか1 30分の1がナノマシンの大きさ。ところどころ大きく描いているけど、そうしないとさっぱりわからないからですね。小さながん細胞と比べてさえ、ナノマシンは砂粒みたいな大きさなんですね。でも、このナノマシンで、 がん細胞を選別して倒すことができるんですね。実際のナノマシンはこんなふざけた姿ではなくて、こういうカプセル状で内部に薬が入っているんですね。小さな体でがん細胞にたどり着いて、がん細胞を倒す薬剤を効率よく運搬するんです。こういうナノマシンは将来的にはがん細胞の中核部分にたどり着いて作業することも計画されているんですね。 さて、癌治療にも使われ始めようとしているナノマシン。一体何が人類にとって脅威なんでしょうナノマシンってものすごく小さいですよね。作業するには大量の数が必要になってくる。じゃあ、生物みたいに増えるナノマシンを作ればいいのではそう考える人たちがいるんですね。1体が2体に増える。2体が4体に増える。4体が8体に増える。 8体が16体に増えて、ここまで考えて、あれ、やばくねとみんなが感じ始めるんですね。増えるナノマシンを作って、それが研究室から漏れてたら、あっという間にバイバイゲームで増えて、地球が一瞬でナノマシンの惑星になってしまう。これを本気で危惧している人たちがいるんですね。でも実際にはね、無理ですね。ナノマシンは生物ではありませんからね。生物は細胞でできていて、 細胞は水の入った袋です。水に溶け込んだ分子が熱で動いてそれで活動しているし、そして成長して数を増やすんですね。62回放送でエントロピーの話をしたけど、生物はね、運動エネルギーが分散した状態、エントロピーが高い状態でも活動できるんですね。少なくとも機械より正しく動けるんです。一方、機械が動くにはエネルギーが一部に集中した状態、 つまりエントロピーが低いことが必要になります。エンジンのピストンがそうですよね。片方にエネルギーが集中しているから動作できる。でもエネルギーが分散したら、ピストンはガタガタ揺れるだけで仕事はもうできなくなってしまう。機械が動作するにはエネルギーが非常に集中したエントロピーが低い状態でなければならない。でも作業には必ず誤差が生じますよね。機械は仲間を作成するときに、 必ず誤差を生じさせる。誤差で歪んだ体で子孫を作れば、さらに誤差が大きくなる。そしてついには、動作できない子孫が出来上がって、自己癖はそこで止まってしまう。生物は問題ないんですね。ピストンがガタガタ揺れるだけの状態でも、分子の動きがあれば、カーカーンドが起きて体が組み上がります。生物は乱雑な熱エネルギーでも体が組み上がる。しかし、 機械は非常に整った条件の厳しいエネルギーでないと体を組み立てることができない。ピストンがガタガタ揺れるだけで組み上がる生物とピストンが正確に動かないと組み立てられない機械。機械と生物はこの点において全く違うんですね。だからナノマシンが自己癖するということはないんですね。あるいは生物と同じように 体を水の詰まった袋にすれば、自己癖が可能になるでしょうね。ただし、こうなると、自己癖が化学反応の速度に制限されるから、増える速度は生物と同じ。それに、そもそも生物と同じナノマシンは、生物に食われてしまうでしょうね。AI とナノマシンはね、人類の脅威ではありませんね。少なくとも人類を滅ぼすようなものではない。それは AI とナノマシンが、 機械だからです。機械だからどうしてもその動産には限界がある。AI とナノマシンは人類のリスクから外して良いものなんですね。さて、勝手に増えるかもという懸念は人工生物についても言えますね。そして人工ウイルスは新型病原体のパンデミックと同じものでもある。では、人工生物と全地球的なパンデミックは人類を滅ぼせるか 次回はこの2つのリスクについて語りましょう。では、また来週。